皆さんこんにちは、キャプチャー店長のケンです。今日は日本でおそらくこれから流行るであろう韓国の最新のトレンドスタイルをご紹介しようと思います。はい、で今日ご紹介するスタイルがスリークカットです。あんまり聞き覚えないですよね。まだ日本ではそこまで浸透していない名前なので。でも韓国では実際にすごい流行ってます。この間仕事でちょっと韓国に編集に行かさせていただきまして、そこでトレンド調査をしてくるという任務で行ってきたんですけど、そこで韓国の美容師さん、ハウムっていう美容室のハヌンさんっていう方に実際に髪を切ってもらったんですけれども、ハヌンさんっていうのは韓国のトレンドを作ってるような美容室の方で、インスタのフォロワーも60万人超え、もう本当にすごい有名なカリスマ美容師の方なんですけど、実際にお会いできてお話を聞くことができたんですけれども、そこでスリークカット流行ってるっていうことを聞きました。やっぱりハヌンさんのインスタグラムを見てもスリーク系のスタイルがたくさん上がってて、やっぱり僕自身も可愛いなと思うし、韓国でもすごい流行ってるんだなっていうのを感じました。今年の秋冬の最新スタイルっていう4スタイルが上がってる中での1スタイルがやっぱりスリークカットっていう名前が上がってるくらい、実際にもう韓国ではすごい流行ってるっていうのは一目瞭然で、僕はそのスタイルを帰ってきた後にお客様に提供できると思えるまで練習したので、実際にモデルさんをお招きしてスリークカットやっていきたいと思います。絶対可愛くします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんと分かりやすいことに綺麗に巻いてきてくださったので巻くの上手ですね。ありがとうございます。よしんもり今すごい流行ってると思うけど、今日は全く対照的なストレートスタイルになるので、ちょっと楽しみにしててください。はい、楽しみです。じゃあ早速やっていきましょう。スリークカット完成いたしました。スタイリングが終わりました。どうですか、なんかあんまり韓国系っていうので今まで見てこなかった新鮮な感じじゃないでしょうか。で、僕がこのスリークカットでこだわってる部分が大きく分けて2つあります。はい、で1つ目の僕がこだわっているポイントがやっぱカットですね。でカットでこのスタイルはあんまり特別巻いて動きを出すっていうスタイルでもないので、ちょっと軽めに量をすいてあげて、レイヤーカットでこうシュッシュッシュッと入るように切ってます。で、韓国だとすっごい軽いスタイルとかが今流行ってたりするんですけど、僕は軽すぎちゃうと他のアレンジしたい時にできなくなってしまうと思うので、僕はその量感をまあ軽くなりすぎないけどある程度軽くするっていうところでこだわって切ってます。あとここの顔周りですね、顔周りもフェイスレイヤーでここと同じようにシュッと顔を包むようにこう内側に入るようにカットしてます。こういうスタイルって、私は顔が丸いから、私は面長だから似合わないんじゃないかって思ってる方もいると思うんですけど、そういう方はここを内巻きにすることで丸顔さんとかはカバーできるので、モデルさんはお顔の形すごく綺麗なので問題ないんですけど、例えば自分のお顔の幅が気になる方はここの横の幅の肌色の見えるポイントをこう隠せるので、縦長の印象に持っていけるのでシュッと見せてくれるスタイルなのですごく似合うと思うし、逆に面長さんとかでも縦の印象が気になる方はここを外にアレンジしてちょっとこう外に巻いてあげると、ここの頬骨の部分のラインも出せるので、より綺麗な小顔の形に見せるようにカットとスタイリングできるので、僕がこだわっている部分ですね。この顔周りがすごい重要な影を握っていると思います。大きく分けるともう一つがスタイリングなんですけど、これはストレートアイロンで仕上げただけです。ストレートアイロンでこう自然に内巻き、まあさっきも言ったんですけど、ちょっと内巻きに入れすぎないようにナチュラルに伸ばしてツヤを出すっていうイメージでスタイリングしてます。オイルなんですけど、ここポイントでオイルはちょっと多め、なんかこう全体的にウェットなちょっとこうツヤっぽいグロッシーな質感になるようにオイルをつけるので、そこが結構ポイントだと思うので、僕はそこをこだわって再現しています。はい、僕のこだわりのスリークカットいかがでしたでしょうか。はい、すごい大人っぽい印象な感じになって、うん、新しい自分に出会えた感じがします。おー、新しい自分、はい、でもとっても似合ってます、本当にすごい似合うと思うので、気に入りです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。スリークカット、とっても可愛くなかったですか。このスタイルを皆さんにご提供したいと思っていて、やっぱりこういうストレートのスタイルって、先ほども言ったんですけれども、丸顔さんだったりとか、おまな顔さんだったりとか、あとベース顔さんとか、いろんな形のあると思うんですけど、私似合わないんじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、僕はそのこだわっている部分で、顔周りのスタイリングだったりカットの仕方で、僕はこれ意外に全員どんな形の方でも似合うスタイルだと思ってます。やっぱり細かい調整でその人に似合わせてデザインするっていうことができるので、やってみたいって思う方はチャレンジしてみるのもいいと思います。エビナでこの最新の韓国のトレンドスタイルをキャプチャーでご提供できるので、皆さんよかったらぜひお待ちしてます。